ばんは。衝撃的なことがあったんです。昨日ね、私靖国神社に参拝に行ったってお話をしたと思うんですけど、その動画を撮った後にライブ配信やったんですね。その時に私のリスナーさんの方で、今日どこどこの駅にいましたよねって、いました、なんで声かけてくれなかったのって言ったら、すごく不機嫌だったからって言われたんです。ちょうどねライブ配信の中ではね、結構その時の動画をパーンと見せてるんですけど、警察官にね、あっち行けこっち行けって言ってね、本当に歩けば5分ぐらいで済むところをね1時間ぐらい歩かされて、靴の先っぽが剥がれちゃったんですね。それでもう歩いてるのもやっとで、でなんとかね電車に乗って帰ろうと思ったんですけども、足は痛いし、ちょっとした段差とかにこうペロンって靴の先がめくれちゃうから、転んじゃうからと思って、そのこっちの駅からこっちの駅の乗り換えの途中にね、イトーヨーカドーがあったんです。セブンイレブンの、セブンイレブンじゃなくてイトーヨーカドーか。でそこのイトーヨーカドーの中に入らないで、入り口のところになんかね安売りの靴が売ってたんで、とりあえず何でもいいやと思って靴を買って、その横が切符売り場だったんです。で私はねそこの靴売り場のところで、まあ何足かこう足に合うかどうかって履いたり戻したり履いたり戻したりしてたんですけど、その時片足の靴履いてなかったんで、もしその前から私のことを見てたんだったら、すごい状態を見られてたんですよ。私片っぽ裸足でレジまで行って、すいません履いて帰りたいんですけどみたいな、そんなノリだったんで、お金払って古い靴をビニールに入れてもらってその場で履き替えたんですけど、もうそのちょっと前に私転んで膝小僧打ったんですね。そこのちょうどエスカレーターに登るまで、イトーヨーカドーのエスカレーターに登っていく途中転んだんですよ。やっぱり靴の先っぽがペラってめくれてたせいで転んじゃってるんで、その時ねすごい鈍い音がしたんです。膝を打った時にドスンみたいな。その後にカバンをパーンと話し、普段はね持ってるカバンを手に持ったままだからいつも顔ぶつけたりしてたんですけど、これはやばいと思って手パーンと話したら、今度両手ですね、両手ガーンとついたんですよ。そしたら杖つくところのこういう丸いポッね、ポツポツしてるとこあるじゃないですか。あそこに手ついたもんだから手のひらが痛いの痛いので、で手のひらは痛いし、私ちょっと鎖骨をねこの間っていうかその去年折って、まだちょっとそこの鎖骨の調子が良くないんです。こういう風にドンって打ってるから鎖骨のどこにも響くし、肩は痛いし、めちゃんこ機嫌悪かったんです。ああもう歩くのが嫌だ、歩くのが嫌だ。乗り換えるのもちょっと乗り換え方も間違えてて、一個先の駅に行かないと直接私が住んでるところには帰れないんだよってこと分からなくて、あっちうろうろこっちうろうろしてたんですよ。知らない方に道を教えてもらって、さあ切符を買いました。そこで切符を買ってる時に私のリスナーさんが私のことを見かけたそうです。ボロボロな姿ですよね。本当はどこから見てたのって感じなんですけど、いやその前にもね、前から歩いてくる人がもうすっごい顔見で私を見てる人がいたんです。振り返ってまで見てたんです。でもその方じゃないよなって、その方はまた違った場所だったんでね、もしリスナーさんの方で私のことをここで見たよって方がいたら、今度ライブ配信の時でいいんでコメントください。なんかね、あれ思ったように見られてるなとか思ってちょっと笑っちゃったんですけど、私普段ねすごい格好して歩いてるんですよ。どうせ誰も気づかないだろうとか思って、買い物行く時なんかもひどい状態なんです。やばいなこれとか思って、ほんとね昨日そのことを言われて、じゃあちゃんとしなきゃなと思ったんですけど、なかなかね近所に買い物に行く時にそんなにきっちりした格好で行かないじゃないですか。みんなやっぱ変装とか必要なのかなって、そこまではねちょっと大げさですけど、普通にあれもしかしてランちゃんって声かけられてもね、恥ずかしくないような姿で表に出なきゃいけないなと思いました。普段なんかね髪の毛こうピョーンとこう殿様みたいになんかプッて結んで止めて、本当にひどい格好で表出てますからね。昨日その靖国神社からの帰りの時は歩きすぎたせいで足は痛いし、なんせ暑さで疲れてたんです。でね昼間に3杯ぐらい焼酎飲んでたんで汗だらだらで、でも顔から汗が出るだけで私ちょっと機嫌が悪くなるタイプなんですね、特にお化粧してる時だから。それもあって歩けないし体痛いし、すごい姿だったんですよ。そこ見ちゃいましたかみたいな。もうねそれで昨日からちょっと私ねショックなんです。もうちょっとマシな姿見てほしかったなみたいな。普段ね動画でがっつり加工してますなんて言ってきながら、あんなにへっぴり腰の姿見られたらもう身も蓋もない。いや本当にねもう腰は痛いし、もうクソババアが歩いてんじゃないかみたいな格好で歩いてました。連れの息子ちゃんにカバンを渡したり、片っぽ靴持ったままプラプラ片足も裸足で歩いたり、なんて格好してるんだろうっていう前後を多分見られてるんでしょうね。その方はね気を使ってくれてね、切符を買うとこだけですって言ってくれたんですけど、多分絶対違うとか思って機嫌悪そうだったって言ってたから、機嫌悪そうだったのは確かに、もう切符買う時も機嫌悪そうだったんですけど、
その前が一番機嫌悪かったんでね、多分その靴を買う瞬間優しいなと思いましたね。まあでもそれを聞いた瞬間ね、本当自宅でねライブ配信しながら耳まで真っ赤になりました。恥ずかしくて。いやー、だってねそんな見られると思わないし、私だってわかると思わなかったんで、ちょっとね加工アプリ使ってるからなんて舐めすぎでしたね。本当気をつけないと。で特に女性なんでね、お化粧したりとか髪の毛セットしたりとかして歩いてたんですけど、昨日の帰りなんか髪の毛もぐちゃぐちゃだったからね、もうどうでもいいやみたいな、もう帰るだけだからもう何でもいいみたいな感じで歩いてたんで、まさかそこを見られてしまうとはだったんでね、もう絶対人には言わないでねみたいな恥ずかしいですね。昨日の話の続きなんですけど、まあねライブの配信の中ではね、私怒ってる動画をね散々ほら見てってみんなに見てもらったんですけど、本当にもうね、なんでだろうあんなに警察ついてきたのって、私もわかんないでね。昨日ねその靖国神社行った時に、本を書いてる方、中野次郎さんって方と、そのね奥様なのか元奥様なのかリンダちゃんとね一緒させてもらったんですけど、なかなか面白い本をねいただいたんです。歌舞伎町のチンピラの心得、これから読ませていただこうかなと思ってるんですけど、あと刑務所のね奇人変人ね、こういうのね読ませていただいて、私の動画のねネタにさせていただこうかなと。あと裏社会噂の真相って本もいただきましたね。あの中野次郎さんが書いてる本なんです。ここでは言っちゃいけないようなことが、たくさん書いてありますね。元極道作家が裏社会の全てを暴露する、私の大好物のあれですよね、本ですよね。3冊いただいて、昨日はね疲れすぎちゃっててもうね読むこともできなかったんでね、何度も宣伝しますけど250番さんの本もねあるのでね、まだ読んでる途中なんですよ。一言言わせてもらえば、なんでこんな真面目そうな服を着てるんだろうみたいな、髪の毛下ろしてね、あのちょっと雰囲気が違いますね。今日かな、あの私ツイッターの方にアップしてるんですけど、250番さんにそっくりな人を見つけてアップしたんで、私がこの間ねお会いした時、コラボした時にこう私が正面から見た時の雰囲気とよく似た写真だったんでアップしたんですけど、みんなすぐ気づいてましたね、我が子だって妙に親近感湧くのそこなんですかね。なんか雰囲気似てるんですよね、250番さんに。私がねまたこう出すと歪むんですけどね、加工アプリ使ってるから、なんかこの目元が似てるのかな、なんかわかんないですけど、とか横浜の港をバックにカッコつけて写真撮ってますけどね、面白い方です。なんかね昨日かな、森ちゃん TV ライブ配信から250番さんがで加工アプリの話をしてたんですけど、あれ加工アプリこれ課金なんだ、俺使わないんだけどなーなんて言ってたんですけど、使ってくださいまあでもね、月がけいくらなんでする必要はないと思うんですけど、あのガチで答えてたんで、私そこで返答しようかなと思ったんですけど、電車の中でお答えできなかったんで、ちょっと面白いなと思いました。そうだからね、別に宣伝をするわけじゃないんですけど、私もね見に行かせてもらったりとかね、うちの風切花子ちゃんが出るのでね、皆さんね250番さん、森ちゃん TV さん応援して、ライブ配信の時だとスパチャ投げてあげると、その舞踏会も盛り上がるのかななんて思ってるんですけど、私もねなんか協力できたらなと思うんですけど、ね、頑張ってほしい、楽しい大会なのでよろしくお願いします。あの私のリスナーさんもちょろちょろ言ってね、こちらを投げてくれたみたいでありがとうございます。来月が楽しみで仕方ないです。どんな大会になるんだろうって、やっぱそこにはねお金かかるし、それ全部その自分たちの YouTube の収益の中から出していかなきゃいけないから、すごく大変だと思います。なのでね、またねライブ配信だったりとか動画の方でね、使ってください使ってくださいみたいな感じでみんなで協力して盛り上げたら楽しいんじゃないかなって私は思ってます、ね、私もねあのスパチャ投げさせてもらったんですけど、またねライブ配信とかやってるんだったら投げさせてもらうんでよろしくお願いいたします、ね、みんなで盛り上げた方が楽しいですもんね。だってせっかくブレイキングダウンを丸パクリするんですから、もったいないじゃないですか。でそこにはね絶対いろんなお金がかかるん で全部ね自分たちで賄うって言ってるんで、それはもうそこに関わる人たちは少しでもみんなで作って盛り上げましょう。あの勝手に宣伝してますけど、頼まれたわけじゃないですよ、私が見てそう感じただけです。昨日の焼肉は美味しそうでしたね、私も食べてとか思いました。なんかこんなハラミのねいいようにこう焼きながらねライブ配信やってたんですけど、森ちゃん TV さんもねすごくいい方 で私のねあのツイッターのお仲間さんがめっちゃイケメンだねって言ってました。森ちゃん TV さん、男性からめちゃイケメンって言われてますよ。それね、女の人から、女は女から言われれば嬉しいし、男の人は男の人から言われたら嬉しいですよね。なのであのぜひね YouTube の方にコメントなんて、私も本人に伝えといたんですけど、イケメンですねっていうコメントがあったら、あの私のお友達があの YouTube の動画を見てかっこいいって言ってた方なんで、ぜひ返信してあげてください。今日ね、今日この辺りで